海外の腕能、大谷翔平が再び逆方向にオープン戦に号ホームラン。え、軍が彼の能力を制限していた。ドジャースの大谷翔平投手は13日、ベイアリゾナ州グレンデールで行われたジャイアンツとのオープン戦に、2番、指名打者、で先発出場。第4打席に6試合ぶりのオープン戦に号を放った。この日は4打数3安打2打点で退いた。4対0の6回に死一塁、内角寄りの球にバットを合わせると、打球は逆方向へ伸びて左翼席に吸い込まれた。打球速度104マイル、約 167.4 キロ。飛距離 382.2 フィート、約 116.5 メートル、の一発に球場は騒然。これが結婚発表後初アーチとなった。初回一死の第1打席は右腕遠藤から右前田を放ち、これで3試合連続安打とした。3回一死一塁の第2打席は二遊間を破る右前田。第3打席は空振り三振に倒れていた。この日は4打数3安打で打率、579、オプス 1.705 に上昇した。なおジャイアンツは、マイナー契約の筒香嘉智内野手が、8番、指名打者、で先発出場するも、2打数無安打1四球だった。大谷さん、ゴーッド。彼はいとも簡単に打ち込んでいるように見えるな。彼を生で見てみると凄まじいよ。何をしても力みがなくてパワフルなんだ。気軽なバッティングで春季キャンプの打率、570。ああ、前回の試合の前までは打率、700だった。なんてこった、このスイングの音よ。彼の打球音が最もセクシーだね。もっとこれをくれ。年間60本塁打が来るぞ。彼の春季キャンプでのオプスは 1.705 だ。もしかしたら打撃に専念した大谷は以前よりもさらに良い成績を残すんじゃないか。俺のリッツのキャラでもこんなにオプスは高くないぞ。リッツ、ロード、ブー、ザ、ショー、MLB、ザ、ショー、ゲーム、の自作したキャラで殿堂入りを目指すモード。俺たちはエンゼルスが大谷の能力を制限していたという現実に向き合う必要があると考えている。彼は最低でも 1.500 オプス程度は残すだろう。ムーキーとフリーマンに打順を挟まれていることが助けになるね。トラウトは下手くそだったからな。そしてパッサン、記者、は ESPN のメジャー選手ランキングトップ100で彼を9位にしていた。あの悪名高い。大谷は、高校生レベルの打者、という記事を書いた人間ならもっと賢明だと思っていたが、DH はどうしても査定が低くなる。彼が今年60本塁打を打てる可能性は本当にあるよ。仮にそれを達成したとしてもエースのような投球ができなかったために並みのシーズンとみなされる。今年60本を打ちながらも過去4年間で最も悪いシーズンと評価されるならクレイジーだよ。彼はその前の打席の三振に藁を立てていたため、自分を取り戻すためにもう一度打席には行った。藁。このパワーはクレイジーだよ。まさかフェンスを越えるとは思わなかった。彼がこれまで放った2本のホームランはボールの 80% にしかミートしていないような感じがした。彼が打ち損じながらも強打を叩き込むのが待ちきれないね。俺も同じことを考えていた。この2本のホームランは一般の選手ならよくある逆方向へのポップフライだ。簡単に捕球される当たりだと思ったが、想像以上に飛んでいきやがった。俺は座席から、アウトだ、と口走ったのに、ボールはなかなか落ちてこようとはしなかった。観客席で、誰もがホームランボールを取るためにファイトしている、わら。まあただの春季キャンプだけの男だろ。レギュラーシーズンではこうはうまくいかない。たったの出塁率、632、オプス 1.565、7試合で2本塁打？大谷との契約が史上最大の失敗と捉えられるのはいつからだろうか？逆方向へのホームランを打ち始めたということはこの男は集中モードには入っていて、ゾーンの内外の全てのボールを粉砕することを意味するんだ。これを10年間も見られるのか？俺の静脈にこのホームランを注入してくれ。年俸200万ドルの DH としてはなかなかだ。ドジャースは彼を格安で獲得したな。